お世話になります。ひとりでございます。剣盾で新登場したマホミルというポケモンがいますが、このポケモンの進化条件は非常に前衛的で、アメ細工系のアイテムを持たせた状態で主人公がくるくる回ると進化することができますよね。で、マホミルは手持ちにいれば進化しますが、もしマホミルが手持ちに6体いたらどうなるのでしょうか。どのマホミルも進化条件を満たしてはいるので、6体同時に進化というカオスな状況になるのでしょうか。それともくるくるは1体にだけ吸収され、1体だけ進化するのでしょうか。気になりますよね、という趣旨のコメントをいただきました。私は気になりすぎて、いつの間にか私自身がクルクルしてマホミルを進化させようとしてしまい、眠れなくなりました。多くの方もクルクルして眠れていないと思いますので、今回はマホミル6体が手持ちにいたら全て同時進化するのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまず普通にマホミルがどうやって進化するか改めておさらいしていきましょう。私は今ですね、この通りマホミル1体持っておりまして、こいつにね、持ち物で持たせていきましょう。バッグを開くで、ベリーアメ細工というね、アメ細工ございますので、これを持たせていきたいと思います。はい、これで持たせていきましたと。それで自転車から降りて、それであとはクルクルするだけですね。で、アメ細工の種類とか、ここで回る時間によって姿が変化するとのことなんですが、まあとりあえず適当にねやってみたいと思います。それでは行け、くる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 、こんな感じでくるくるしまして、それでこれを離した瞬間に、はい、ここで、はい、バチコイと来まして、そしたらびっくりマーク出て、はい、これで進化していくわけですね。はい、ちゃんとブルーベリーマークみたいなついてる魔法一本に進化しましたと。こんな感じになるわけですね。デコレーションを覚えましたと。はい、じゃあここから6体でやっていきたいと思います。この手持ちにですね、魔法ミルちゃんと6体用意しましたんで、これをね、手持ちに全部加えます。はい、これでね、魔法ミル6体揃えましたと。そしたら持ち物ですね、飴細工を持たせていきます。一応あらゆる条件を揃えるためにですね、いちご飴細工をみんなに持たせていきたいと思います。そのためにちゃんと6個用意しました。まあこれはね、普通に拾えるんでね、集めるの楽ですね。まあウロボとかでも作ったんですけどね、ちょっとあまりにも足りなすぎたから、はい、持たせる。はい、じゃあこれでね、いちご飴細工6体に持たすことができましたと。ちゃんと目で見てもちゃんと同じだってわかりますね。これはこれでみんな同じ条件だと思いますので、これでクルクルしていきましょう。はい、今この状況でまた同じように回ってきます。いけ、どうなるか、果たして、ちょっと待って、吹いちゃった吹いちゃった、バカ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 、何やってんねん。まあいいよいいよ、ここで、はい、回ってきます。はい、これでクルクルして、はい、これでどうなるか、ここが気になるところですね。はい、行きましょう。はいはい、これで、はい、まあいい、来いよ、早く来いよ。はい、ドーンと、これでびっくりマーク来ますよね。それは来ますよね。そしたら、はい、まあ当然1匹は進化しますよ、確実に。はい、ここでちゃんと進化していく。ちゃんといちご飴細工のいちご飴、色もちゃんと確認しておきましょう。もし進化するとしたら同じになるのか、そこもね、着目すべきポイントですね。これこいつは黄色っぽい、でそれで赤の、飴細工をつけてると。はい、それでどうなる。あ、進化した進化した。あ、じゃあ同じに進化すんだ、みんな。これで同じ形になるってことじゃ。はい、これでどうなんの。あー、同じっすね、これ。やっぱり同じ条件ですから、さすがに進化するんだ、それじゃあ。また黄色で、ちゃんとイチゴのやつつけてますね、これ。で、デコレーション覚えたと。あ、じゃあこれで大量生産できるってことじゃないですか。めちゃめちゃこれいいじゃないですか。これいろいろ条件とかまとまってるサイトとかあると思いますけど、これ同じやつ作るとなると、ちょっといろいろ考えたりしてめんどくさいと思うんで、これもしね、同じ個体作りたかったら、これやればね、作れるわけですね。じゃあ残り進化させていきましょう、ちゃんと。みんな同じ形に進化してます。うわ、すげえな。でもこんなカオスな状況になっちゃうんですよね。私は一応ね、くるくるエネルギーみたいのが一体に吸収されるってこともありえそうだと思ったんですけどね、全体に適用されるとは。オッケーオッケー、これで全員進化したかな。もしこれで進化しましたと。はい、じゃあ一応見てみましょう。はい、これで一番上のやつ、2番目のやつ、3番目のやつ、4番目のやつ、5番目のやつ、6番目のやつという感じで全部同じになりましたね、ちゃんと。ということで検証結果、マホミル6体が手持ちにいたら全て同時進化するでした。これは当然といえば当然なんですが、改めて考えてみると結構すごい仕様にしたなっていう印象ですね。だって一気に6体進化するって結構な時間かかりますからね。これでもしあと1分で家出なきゃ学校間に合わねえみたいな時にくるっと回ってしまったら、確実にティーチャーに怒られることになってしまいそうですね。ちょっとゲームフリークさん、そこのところね、気使ってくれたらよかったなーなんて思ったりもしてます。という感じで、魔法ミルの進化はそんな親切な仕様ではないので、皆さんくれぐれも気をつけてください。魔法ミルを進化させちゃって彼女とのデートに遅刻して振られるなどというアホミルなんてことのないようにしてくださいね。